はい、今日は5月11日土曜日、今午後2時40分です。朝溜まってる水の分だけちょっとトラクターで、荒白しました。あとまだ少し足りないんですよね、水が。で、今朝朝一番でその U 字工の手前側ですね、その脇に持ってるような箇所をしらみつぶしに調べて、モルタルズを詰めました。吸血剤を入れてですね、で今さっきそこをちょっと切ってやったら水が入るようになりましたですね。少し流れてるでしょう、ね、ゴミの流れでわかるでしょう。はい、まあそういうことでどうにかここも田んぼになりそうです。かなり苦労しましたね水が足りないんでこういうことになります。はい、ちょっともう少し、まあどうかな、この辺は、混ぜられるかどうかちょっとやってみて、あとはちょっと違う作業を、明日他の田んぼはもうすべて、本次郎ですね、白柿をやってしまっとこうかなと思ってますので、その前の肥料やりですね、菜種ペレットか、それをやったりとか、そういう作業をやっておきましょうかね、今日は。はい、で、あとここの水の止まるのをちょっと待つと、はい、そういう感じでやろうかなと思ってます。まあとりあえずちょっとその水はちょっとまだ溜まりきれてないかな、その辺を見てからちょっとそういう作業をやろうと思ってます。はい、今午後3時15分です。あ、若干混ぜました。で、見たところこっちもあんまり水漏れしてるところはないみたいだし、向こうからもまあまあ水が入ってきてますので、はい、今晩には水が溜まっていると思いますので、今からちょっとマタナペレットの肥料を巻きに行きます。この田んぼのですね、はい、そういうことでここの作業は終了します。はい、今午後5時10分過ぎです。マタナペレットをここ以外の田んぼにやってしたら、ちょっと水はまだちょっと足りないようですね。カモが来てました。カモわかりますか、あそこにはちょっとこれ広角だからだいぶ小さくするからあんまりわからないかもしれませんね鴨が来てたのでちょっと撮影してます。逃げるかな逃げるかな。逃げないですねだ大丈夫ですね。あんまり近づいたら逃げるかもしれないんでこの辺にしときますか。ほら逃げた逃げちゃった、はい、逃げていきました。はい、ということでもう今日の作業は中止して、明日早くここを混ぜてしまって他の田んぼの本次郎に、回りたいと思ってます。で、できればまたここに戻ってきてここにも本次郎すると、そういう格好でですね、肥料を撒いて、菜種ペレットを撒いて、はい、そういう段取りでいきたいと思ってまーす。はい、撮影はこのくらいにしておきまーす。